これさえあれば、おいお前、なかなかやるじゃねえか。さあ、ありがとう。よへ、化け物。もうどいつもこいつも。 でもいいのかよ。こんなすげえもんもらっちゃったよ。後で返せって言っても駄目だぞ。何言ってんのよ。もうそんなガムの一つや二つでせこいわね。やばい、誰か来た。何やってんのよ。なんだよ。たくも、こりゃ頼る人間違えちゃったかな。宮川、兄よ、あれを見ろ。 これはあの本に書いてあった鳥。スザク。東西南北を守る四つの神のうちの一つ。東を守る神青龍、北を守る神玄武、西を守る神白虎、そして南を守る神スザク。この江南国はスザクを国の守り神にしているのさ。もちろん他の三つの神も それぞれの方角にあった国が守護神として祀っているのさ。まあ、とにかく俺たちはここから抜け出すことが先決だな。宮川、おい宮川、どこ行ったんだ。宮川、宮川、いたいらはじめ。 どうしたの？あなた迷子になったんでしょ。あそこに門があります。そこから外に出られます。どうも。あなた、先ほど捕らえられた人。そのようですね。何やら陛下の面前で無礼を振る舞ったとか。<笑>何をおっしゃいますか。私は通りすがりの中学生です。ではさようなら。大丈夫、私はあなたの味方です。 あなたを兵に突き出したりしません。だから安心なさい。ほんと？ったく、あのバカ、一体どこに行ったんだよ。やべ、これは待て、草むらだ。連れを探したい。彼、私のせいで巻き添え食っちゃって。ちゃんと逃がしてあげないと 元の世界に帰るに帰れないもの。元の世界？ではあなたはこの世界ではなく別の世界から来たというのですか。ええ、しまった。信じてもらえるわけないのに余計怪しまれること言っちゃった。どうしよう。それはすごい。いや、面白い。そうですか、別の世界からですか。すごいです、それは。 安心なさい。私の名前はほとほり。普段は別の名で呼ばれています。私は結城宮か、宮かでいいです。よかった、あなたのような人で。どうかしましたか。いや、別に。ただほとほりさんって本当綺麗だなって。よく言われます。ほら、さっさと歩け。ほら、早く隠れて。さあ、いい娘はどこだ、どこにいるんだ。さっさと言わんか。<笑>知らねえな。
いつまだ反抗する気か。知らねえもんは知らねえっつってんだよ。おめえらが俺を追ってるうちに逃げちまったんじゃねえのか。こいつ待って。ミヤカ、お願い、その人に乱暴しないで。バカ来るんじゃねえ。ミヤカ、お前なんでこんなところにいるんだよ。だってあんたをほっとけないもの。ミヤカ、一本でも触れてみろ。ただじゃおかねえ。静まれ、静まらんか。我が命なしにその者たちを傷つけることは相許さん。誰だおめえ。皇帝陛下。はあ、じゃあ本物。お通りさんが皇帝様？こんな若くて綺麗な女の人が。バカ、皇帝様は歴とした男だ。うそ。うるさい、とにかく頭を下げろ。あら、ぺったんこ。ということは下半身には謎の物体が。そこまで考えんじゃねえ。許せ、ミヤカ、騙すつもりではなかったのだ。そなたたちの人柄を知りたくてあのような芝居を打った。少なくとも妖魔の類や敵ではなさそうだ。じゃあ私たちを。うん、危害を加えるようなことはせん。ただし頼みがある。ミヤカよ、我が江南国を救ってくれぬか。古よりの言い伝えによると、国乱れ滅びんとするとき、一人の少女異世界より現れ、その少女朱雀心の力をもって国を鎮め守るであろう。違います、私そんなんじゃありません。ただの中学生で、受験生で、ここにだって何かの間違いで。ではそなたは朱雀の力が欲しいと思わないのか。何も望みはないのか。望み？これは朱雀の七星を手に入れた一人の少女があらゆる力を得て望みを叶える物語で、物語はそれ自体が一つのまじないになっており、読み終えた者は主人公と同様の力を得、望みが叶う。じゃあ詩人展示書を読んで主人公になれば、ボディコンの似合う女になったり、学校中の男の子にモテたり、嫌なやつぶっ飛ばすほど強くなったり、毎日大好物のおかずしか出ないとか。そうだ、どんな高校にでも一発合格だ。どうした、お前が望めば全世界さえも手に入るのだぞ。やります、やります、やります。私朱雀の巫女やります。私この役待ってたんです。控えろ皆の者。この娘はやがて朱雀の力を手に入れる者、我が国を守る朱雀の巫女であるぞ。少女朱雀の巫女となることを承知する。百巻ことごとく少女に配列し、その神戸を垂れる。あなたの名前呼んだらそこで突然目が覚めそう。こんなにうまくいきこない、また偶然会えるなんて。人混みの中私と同じ感じた子だけ見てる。きっと誰かを探してるんだ、恋の相手かな。目が合った瞬間、でもそれは私で、嘘よ嘘、あなたかけてくる。
朱雀の巫女となられた宮家様はその力を得るべく朱雀七星子を探し始めるのでございました。そんな時、崩れ落ちた東屋の下敷きとなった宮家様と玉褒めは美しい女人に助けられたのでございます。次回、朱雀の七星、新たなる伝説の星が光る。